やるようだな。つらいわね。やっこコールハート。デアリーヒール。助かるわ。やっこコールハート。こんな程度であった。ふぬ傷がうずくわい。手ごわそうね。やるようだな。ソウリュウセイライハ、ソウリュウセイライハ、ソウリュウセイライハ、ソウリュウセイライハ。ソウリュウセイライハ。キラーコンディション。交流ハ、交流ハ。この程度か。終わったのか。やった。ふぬ傷がうずくわ。嬉しい。負けないわ。慎重に行きましょう。ソウリュウセイライザン、ソウリュウセイライハ、ソウリュウセイライザン、ソウリュウセイライザン、ソウリュウセイライハ、ソウリュウセイライザン、ソウリュウセイライハ。こんなものなの？あれ？ほう、連邦の犬どもがここまでたどり着くとはな。ジェリーボース、これ以上人々を苦しませるのはやめるんだ。私はファーゲット人の悲願を実現させようとしている。地球からこの星へ飛ばされたムーア人たちは何千年もの間地球へ帰ることを願い続けていたのだ。それで侵略か。帰るだけなら他の方法もあるだろう。母なる星の恩恵を無駄に消費し続けてきた地球人はそろそろ苦難の道のりを歩み出すべきではないか。故郷を追われたムーア人のように。それはお前の決めることではない。神が決める運命とでも言うのか。ならば私が神となろう。すでに私は創造主を手にかけた。
神が全てを生み出したというのなら、私はその座を奪い取るまでだ。そんな勝手なことは許さないぞ。私は自分の命を守るために戦っている。それさえも許されないというなら、なぜ私を生み出した。これ以上の言葉は不要。強い者が生き残る。自然の摂理ではないか。さあ、貴様らがいかに無力な存在であるか、思い知らせてやろう。辛いわね。気が高ぶるの。この私が人類へ引導を渡してやろう。おう、イモータルテンペスト。やることだけ話し、引きずり出し叩きつける。や、やって後半だ。交流派、やっこ後半だ。交流派、交流派、交流派、やっこ後半だ。交流派、やって後半だ。もっと歯ごたえが欲しいな。ふん。みんな油断するな。辛いわね。運命を受け入れろ。これは神による粛清だ。やっこ、これだ。セラフィックローサイト。光に飲み込まれる。血に満ちた宇宙人となる。こんなところで。やっこ、これだ。フェアリーライト。ヤッコ後半弾。ヤッコ後半弾。フェアリーライト。ヤッコ後半弾。ヤッコ後半弾。レイズデッド。ヤッコ後半弾。交流派。ヤッコ後半弾。フェアリーヒール。ヤッコ後半弾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 。交流派。ヤッコ後半弾。ヤッコ後半弾。セラフィックローサイト。光に向かえ。久しぶり、早く行け。交流派。フェアリーヒール。ありがとう。交流派。交流派。レイズデッド。ただでは死なんぞ。交流派。やることが。
った。なんだか強くなったみたい。やったか？倒したの？結局、奴も生きるために必死だったんだな。強大な力を持ったとしても、人は脆弱な精神を克服できないものなのか。力が弱いからこそ、強い精神が育まれるんじゃないでしょうか。そうだな。ロークの人々を見ていると、まだまだ人間の可能性を信じられる気がするよ。艦長、私たちも負けていられないですね。みんな、本当にありがとう。情けない顔をするでない。もう二度と会えないってわけでもないのじゃろう。みんなと出会えたことが自分にとって本当の実りだったような気がします。皆さんお元気で、私は皆さんのことは決して忘れませんから。私たちずっと友達だよ。さようならみんな。みんな行ってしまったわね。エリアさん？あなたと一緒の星に生まれていたら、私ミリーを大事にしなきゃダメよ。あんないい子めったにいないんだから。イリア、いいのか？ええ、ラティとの内緒話はもうおしまい。うん、それではロークに向かうぞ。我が剣を伝えることができる若者はなかなかいないの。こうなってくるとラティに奥義を伝える機会を逃してしまったのは一生の不覚じゃ。ま、先は長い。焦って急ぎすぎるとろくなことにならんからの。せっかくの平和な世じゃ、のんびりと歩むことも大事よの。私たちはやはりもう二度と一緒になれない運命だったんですね。あなたを追っても迷惑がかかるだけ。さようなら兄さん。すみません、僕みたいな翼を持った女の子見かけませんでしたか？さあ、フェザーフォルクは目立つからな。見たら忘れないと思うんだが。そうですか。この街でもダメか。自分から人に声をかけるなんて昔の僕からは考えられないな。恐れていては何も解決しません。
自分から行動する勇気をラティさんは教えてくれました。ありがとう、ラティさん。今度こそ本当のお別れですね。ああ、でもまた迎えに来るかもな。そうならないことを祈るわ。また遊びに来てくださいね。いつでもってわけにはいかないけど。そうだな。でもロークはこのまま発展しない文明の方がいいのかもしれないな。そうね、発展しても空気はよどみ、水は汚れ、木々は死に、何もいいことはないかもしれない。そんなことはないですよ。その発展のおかげで俺たちは会えたし、ワクワクするような冒険もできた。大丈夫です、俺たちはロークをより良くしていきますよ。そうだな、またその頃に来てみるよ。じゃあまた。あなたたちと旅ができてよかったわ。これからが俺たちの本当の冒険の始まりなんです。まだ